しれないから模写するよ。これで第一関門は完璧に突破だよな。なるほど。もし最初から竜の群れを追い払ってしまっていたら手がかりも得られなかったわけだ。やはり理論で説明できるな。カーレさん、カーレっていつもこうなの？つい研究に夢中になってしまうようで。とにかくこれで私の判断は間違ってなかったって証明されたでしょ。私を信じる気になったならもう口答えはやめてね。わかった。その方が時間を無駄にせずに済みそうだ。ムアラニってチームをまとめるのがうまいんだな。さてと、この手がかりから次に向かう場所を決めないとね。この模様ってどんな意味なんだろう。ずいぶん抽象的だな。全然わからないぞ。もしかして一見よくわからない線だけど、きっとチャルチビトリクエの丘のスイルと陸地が交わる線なんだ。こうやって地図の欠けてるところにはめれば OK。 次の目的地がわかったよ。そんなのでわかったのか。直感ってとこもあるけどね。仕事柄地図をたくさん見てるうちにこういった模様にも勘が働くようになったのかも。さあ、休憩時間終わり。準備して。で間違いないはず。次はどっちに進めばいいんだ。私にもまだわからないけど、地図を見る限り水域を横切る装置があるはず。でもこっちの線は何を指してるんだろう。なるほど、僕の理論通りだった。変なやつがまた変なこと言ってるぜ。思いついたことがあるならぜひ教えて。地図に描かれた装置を表す線はおそらくスピリットウェイを指していると思う。なるほど、確かにその可能性はあるけど、でも部族はこの周辺にスピリットの刻紋を設置してないはずだよ。僕の理論じゃそれは人間が設置したものとは限らない。人間が活動を始める遥か昔からナタの竜はすでに似たような装置を使っていたと思われる。むしろ君たち一族が使っているスピリットの刻紋は竜の時代のものを真似て作られたのかもしれないな。思い出した、確かヌーおじさんにもそんな話を聞いたことがあるよ。ああ、僕も言い伝えを耳にしてね。研究に関係があると思っていろいろ資料を調べたんだ。神秘の島にたどり着くルートは見つからなかったが、島付近の地形の特徴は推測できた。つまり水路と陸地の交わる年素の豊富な地であることだ。僕の研究によれば、そもそもスピリットウェイは年素の流れに伴って発生する自然現象なんだ。おそらくこのエリアにはスピリットウェイが数多く潜んでいるだろう。そして太古の時代、ここに生きていた竜がそれらを制御する装置を残している可能性は高い。なるほど、すごい、これで全部の辻褄があったよ。変なやつのお手柄だな。褒めすぎだ。僕の理論が正しければ
神秘の島までそう遠くはないはずだ。ギミックを解けば島の具体的な位置を特定できるだろう。じゃあみんなで竜のスピリットの黒門を探しましょう。あまりに雑な呼び方で論文にそのまま書くのははばかられる。こちらは竜が使っていた装置なのだから、もっと本質を表すような言葉、例えば粘素濃度と呼ぶべきだ。じゃあみんなで粘素濃度を探しましょう。っていうか粘素濃度って何？僕の推測が正しければ、あれを見てくれ。おお、光り出したぞ。これがそうなのか。近づくと活性化するみたいだね。確かにスピリットウェイによく似てる。でも地図を見た限り粘素濃度はもう2つあるはず。一緒に探してみましょう。拙者を連れて行くのか。風の流れる方へ。よっよっと、うん、はっ。風を知れ。え、また誰か毒キノコを食べたの？満員だよ。めくれまし。先手必勝。よいしょ。よっ。ふう。やっと揃ったな。みんなお疲れ様。
まずは操作方法からだね。人為的に設置したものと似てはいるけど、やっぱり 100% 制御することはできないみたい。それって何か問題があるのか？ほら、普通のスピリットの国門は起動さえすればあとは安心して使えるけど、これの場合は常に誰かが操作してないといけないんだよ。それと地図のヒントを見る限り、ギミックを解くには途中で別のネーゾノードに切り替えてスピリットウェイのルートを変えないといけないの。下手したらスピリットウェイから落ちちゃう可能性だってある。わ、危なすぎるだろう。理論上3つのネーゾノードをそれぞれ操作する者がいれば危険はないはずだ。君も操作できる？さっき試してみたけど、スピリットの国門よりも難しそうだったよ。実際に操作したことはないが、資料を山ほど調べたから理論上はいけるはずだ。とりあえず試させてくれ。理論上こんなはずはなかったのだが。私にも先輩にも無理みたいです。お力になれずすみません。君はいけそう？ま、これまでの経験からしてこれぐらいの装置は朝飯前だよな。よし、じゃあ旅人はここに残ってネーゾノードを操作して、私はギミックを解きに行くよ。切り替えてほしいタイミングでサインを送るから、タイミングに合わせて対応するネーゾノードの近くまで行けばきっとうまくいくはず。ちょっと待てよ、最初話してたのよりさらに危ないんじゃないのか？心配しないで、スピリットウェイの下は水だから万が一落ちても怖くないよ。私泳ぎは得意なんだ。あんな高いところをめちゃくちゃ速いスピードで進むんだぞ。もしミスったりしたら、泳ぐのが得意だからってどうにもならないだろう。パイモン、出発前の約束を覚えてる？神秘の島には命を託し合える仲間と一緒に向かわないといけない。旅人とパイモンが私を信じてくれてるんだから、私も君たちを信じてるよ。そうだな。気をつけろよ。気をつけろよ。
別のスピリットウェイに切り替えて。次の念座ノードをお願い。了解。ムアラニの声が聞こえたぞ。早くあいつが言ってた念座ノードを探そう。ムアラニ、最後の念座ノードもバッチリだ。慎重にな。何回やったって絶対に大丈夫だよ。あれ、念想ノードの光が消えた。本当だ。どうやら念想ノードはエネルギーをチャージする必要があるようだな。一度起動するとしばらくの間使えなくなる。となると確実にチャンスをものにしないとね。一度逃せばいつまで待たされるかわからないってことだ。あれは空が曇ってきたな。お、水面に渦がいっぱい出てきたぞ。そうだね、高いところに行きましょう。目的地だよ。え、どういうことだ。神秘の島に行くためにはあの渦の中に入らなくちゃいけない。これが地図から得た唯一の答えなの。単刀直入に言わせてもらうが、その渦に入る危険性については流線の州のガイドである君の方がよく分かっているだろう。うん、分かってる。でも地図を解読した結果も、さっき上空から観測したスピリットウェイの流れも、あの渦の中に通路が隠されてるって示してた。もし君が間違っていたら。先輩理不尽を言うつもりはない。残念ながらこの分野においては僕も専門家だ。おそらくスピリットウェイが周囲の水域に影響を与え、水位が下がった結果渦ができたんだろう。このスピードで行けばほどなくして水底に沈んでいた陸地が浮かび上がり、完全な姿を現すはずだ。こちらの方が神秘の島の定義にふさわしいと思わないか。だから浅瀬の方へ向かうべきだ。渦の中に飛び込めば流れに巻き込まれて底なしの深淵に引きずり込まれるに決まってる。こいつの話も一理あるような。今のところ反論の根拠は思いつかないけど、私は自分の判断を信じてる。なら君との協力関係は打ち切りだ。お互い信頼し合うって約束しただろ。これは僕の専門的知見に基づいて得た結論だ。それを否定しろと言われても無理だな。この先はそれぞれの判断で行動しよう。ダメだ。お客様が途中で離脱するなんてガイドとして縁起が悪すぎるよ。そんなの絶対に嫌だ。なら僕の最初の提案通りにしよう。君は僕のガイドじゃないし、理論上僕に対して何の責任もない。はあ、一度チームを組んだからには撤回なんてできないよ。不吉なことが起きるかどうかは君や私がコントロールできるものでもない。こうしよう。君とカーレさんはここで待ってて、私たちが渦の近くを調べてくるから
君が何事においても理屈にこだわるのは分かってる。だから君を説得するのに十分な根拠を見つけて戻ってくるよ。それは旅人パイモン、行きましょう。私が無茶を言ってるってパイモンも思ってるよね。それは気にしないで、無理もないよ。実は私もヴィランドラさんの言ってることは理解してるの。ガイドをするっていうのはそういうことなんだ。部族に代々受け継がれてきた経験を糧に私たちは困難を乗り越えてお客さんを目的地まで導く術を身につけた。でも進むべき方向の決定権を与えられる一方で判断を誤った場合の結果も背負わなきゃいけない。時にその結果はこれまで集めた情報から私はあの渦の中に入るべきだって確信してるけど、渦の中に何があるのかはわからない。もしあの二人が私の提案に反対し続けるとしたら二人を説得できる自信はないよ。旅人とパイモンも私の依頼人だし、もし危険すぎると思うならここでストップをかけてもらっても全然平気だよ。ここからの帰り道は私すごく詳しいから安心して。モアラに旅人。そうだぞ、ムアラニがオイラたちのことを信じてくれたように今度はオイラたちが信じてやる番だぜ。だいたいたかが渦ごときにビビるもんか。オイラたち八神の国からも見事帰還できたんだぞ。渦に巻き込まれて水の底に放り出されたってちっとも怖くなんかないぜ。パイモン、もっかいハグしよう。そんなことよりまずは渦を調べよう。あいつを説得する材料を集めないとな。縁起がいいとか悪いとかは別として、あいつは結構知識もあるみたいだし、チームに残ってもらった方がいいと思うぞ。うん、私もそう思う。でもここに手がかりはなさそう。もっと水面に近づいて観察してみようか。あれ、気のせいか？モアラに渦が小さくなった気がしないか？確かに。もしかしてあのネンソノーダと同じで時間制限があるのかな？なら急がないとだな。モアラニさん、大変です。カーリャさん、こんなところまで来てどうしたの？ヴィランドラ先輩がまずは自分の判断を検証したいって言い張って止めたのですが、南側の水位が直に下がるから徒歩で渡れるはずと先輩が見込んで渡り始めたら急に水面が上昇して流されてしまったんです。私は泳ぐのが苦手で
どうしようもなくて急いで呼びに来たんです。渦が消えるまでに何とかできるか。パイモン、迷う必要なんてないよ。カーレさん、すぐ行くから。彼がいる方向を教えて。知らせに来てくれたおかげでなんとか間に合ったよ。あそこだぞ。ミランドの先輩、よかった。本当にごめんなさい、ムアラニさん。待っててって言ったでしょ。水面の変化から神秘の島への道が現れる時間はそう長くないだろうと気づいた。だからチャンスを見逃すわけにはいかなかったんだ。しかし僕の判断は間違っていた。ということは君の方は。あ、そうだ、今から渦のところに戻っても間に合うかな。俺、渦が消えてるぞ。やっぱり間に合わなかったか。なぜそのチャンスを逃してまでこっちに来た。何その言い方。お客さんがチームから抜けるだけでも縁起が悪いのに、溺れ死んだなんてことになったらたまったもんじゃないでしょ。本当にごめんなさい。気にしないで、カーレさん。多分あのネゾノードを再起動すればまた渦は出てくると思う。ただいつネソノードを再起動できるかわからないってのが問題だけど、ま、今日はもう遅いし、みんなも一日中駆け回って疲れたでしょ。とりあえずテントを張って空腹を満たそうってのがガイドからの提案。面倒なことはまた明日考えよう。言われてみれば確かにお腹ペコペコだぞ。オイラの胃袋はいい子だからな。みんなが一生懸命働いてるときはおとなしくしてくれてるんだ。腕によりをかけてたーっぷりごちそうを作るよ。でもその前に場所を探してテントを張ろう。あそこが良さそう。ここでいいか。オイラと旅人も手伝うぜ。じゃあお願いしていい？私は火を起こしてくるから。野営の豆知識を一つ教えてあげる。テントは焚き火の風上に張るのが鉄則だよ。